開運セルフマネジメント講師吉原亜美です。いつも見ていただいてありがとうございます。今日は人には2種類の人がいるというところをお伝えしていこうと思います。で、2種類の人っていうとね、なんかこう大きくざっくり分けてるような気がするんじゃあするんです。ただほんまどう考えても2種類の人やと思います。で、一つはすごく暇な人とそうでない人っていうとこなんです。で、このね、今日は何が伝えたいかというとね、暇な人ほど人のことが気になり、暇じゃない人ほど人のことが気にならないというところなんです。で、このね、暇な人ほどね、人のことがすっごい気になるのはね、しょうがないと思う。暇なんだもん。で、いろんな人のことが目につくし、いろんな出来事が目について気になってしょうがないんですよね。で、気になってしょうがないだけで終わってくれたらいいんだけれども、だいたいそういう人って何かしらその気になった人のことを文句言うてます。文句言うてるか、悪口言ってるか、陰口言ってるか、または気になっている出来事に対して仕組みがどうだとか、やり方がどうだとか、構成がどうだとか、いろんな文句をとにかく言うんです。そういう人って大体暇な人が多いです。で、全くそういうこと気にならなくって言わない人たちって世の中にいるじゃないですか。そういう人ってね、暇じゃないんですよ。もう自分が毎日仕事とか家事とかもそうなんだけど、それ以外にやることが多くて暇じゃないっていうわけじゃなくって、自分がすごく人生が充実していて、やりたいことがたくさんあって、今もうその目の前にでやってることに必死、もう楽しくってしょうがないっていうことを毎日やってはるから、文句とか悪口とか陰口、妬み、嫉み、恨みみたいなところにかまってる暇がないんです。だし、そういうことが一切身につかないという、そんな感じなんですね。で、私は普段開運セルフマネジメント講師という形で、運気を自分で作っていく、マネジメントしていくという方法をお伝えしていっております。で、その中で人の悪口言うとあかんよとか、不平不満言うとあかんよとかいうことはよく言ってるんだけれども、なんか言ったら運気が下がる、運気上がらへんから言わんとこうとかいうタイプの人もいててね、そうじゃない、まあもうそれでもいいかな、ただそのほんま自分の人生が充実してなくって、暇であればあるほど人のあらが目につくし、そして自分にはないものを持っている人のことをものすごい文句言うたり、あれが気に入らん、これが気に入らん、こういう態度がどうやっていうのをすごく言います。そして何か出来事とか仕組みとか社会のことに対しても、なんかこのやり方が悪いとか、なんやろ、どうなんだっていうなんか意見がしたくなるみたいでね。でも私はこういう人たちのことを人生が充実してなくて暇な人って呼んでます。これは悪口とかではない、みんなに言うてるからでもね、せっかくさ、今の世の中日本って、まあある意味自由にある程度物事選択できるじゃないですか。で、今本当にいろんな習い事もあるし、楽しめる場所もたくさんあったりとかするわけで、じゃあそういうのを思いっきり時間忘れるぐらい集中してやってみはったらいいのになとも思ってます。昔の私は結構文句いいでした。もうこれ何回も言ってるけど、ほんま40ぐらいまではもうびっくりするぐらい文句いいというかね、自分が正しいと思ってたので、私が正しくて社会が間違えてるって思ってたぐらい、ほんま孤島の女王って呼ばれてたんでね。で、その時は仕事めっちゃ忙しかったんですけど、自分の心があんま充実してなかったなって思います、今思えば。
穏やかじゃなかったし、いつもピリピリしてて、いつもなんかこうざわ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 イライラしてるっていう感じだったんですね。で、40歳からちょっと集中して時間忘れるぐらい楽しくなるっていうようなこととかが見つかったんです。で、それをやってきた約10年で、どんどん私って変わっていってね、なんやろな、人の悪口とか不平不満とかっていうのはもう日に日に消えていったっていう感じ。ただ私も人間なので、え、なんでって思うことも今でもある、あるけど、それはそれって思うようにしてて、なんでっていうのは疑問として思うようになってきました。昔は、え、なんでっていう、そのちょっとちゃうねん、なんでっていう意味合いが、昔は責める、なんで、今はなんでっていうクエスチョンの方なんですけど、なんかそうやって変わってきたことによって、すごく自分の心も毎日穏やかになってるし、ああそうだな、なんか逆に人がやっているいいこととか、その人のがなんでそれを言ったのかとかっていう背景とかがちょっと考えれるようになってきてるなと思ってます。でも一応にして言えるのは、私暇じゃないんです、本当に。まあ今こうやって YouTube も撮ってますけど、最近みんな知ってると思うけど、回数だんだん少なくなってて、本当ごめんね。撮る時間がほんまないぐらい、ものすごいやること多いのと、一個のことやりだしたらめっちゃ集中してしまって、あ、気づけば4時間経ってたとかいうのがすごいあるんですよね。最近ハマったんは Excel の表を作るやつ、できるようになってきてやっとできるようになって、そしたら表を作るのが楽しくって、もうガンガン何でも表にしてたら、もうなんかすごい上手になってきてんねんけど、そんなことをやってるとすごい時間が経っていってしまってね。それやってる間、そう、もう不平とか不満とか文句とかっていうのにも目がいかないし、なんかもうそういうことにかまってられへんっていう感じになってるんですよね。で、この間春分の日に宇宙元旦を迎えましたよね。で、そこからほんまに今からものすごい出来事のスピードって速くなるし、あっという間に瞬速で最速で世界が変わるって言われてるんですよね。で、それプラス陰な感じとかマイナス思考とか、まあ愚痴不平不満文句っていう暇な毎日送ってる充実してない人たちと充実してるチームが完全に二分化するってもう昔から言われてるじゃないですか。またいつか合体するらしいですけど、でも今からは分かれていくって言われてて、もう分かれていってるんですけどね。じゃあそういう時にどっちに行きたいかなんかよね。そのもうこれから一生ずっと暇で充実してない人生で人の文句とか不平不満ばっかりを言って生きていきたいのか、そうじゃなく毎日充実して楽しい人生を送っていきたいのかっていうだけのことやねんけど、私は楽しい人生の方を選択したんです。で、もし今動画を見てる方の中で、いや私結構社会に不満があるわとか、やってることに不満があるとか、あの人にこの人に会社にとかいう、そういう愚痴不平不満を持ってるわって思う人がもし見てたら、今日からやめましょう。で、やめるためにはあなたが何か一つでいいから、集中して充実してできる、時間忘れてご飯食べるのも忘れてたわっていうぐらい集中できるものを探していただくのが手っ取り早いと思ってます。私の周りにはね、まあ私今すごいウォーキングレッスンをただ開催してて、いっぱい来てくれるんです。で、みんなね、ウォーキング一生懸命やねん。で、スピーチのレッスンもほとんどオンラインになってるんですけど、一生懸命なので、それやってるとすっごい楽しいんやって。だから文句言う人いないし、人に悪口言ってる人とかもまあいない。まあ、影は分からへんよ、私にはそういうとこは見えないので。ただ人間やからそういう一面もあるかなと思うんだけど、でも8割9割ほんま
ね、みんな笑ってるっていう感じなんですよね。私はそういう世界を作りたいし、ぜひね、なんか文句言うてしまってるんですとかっていうのがもしあるんやったら、なんか集中できることを探してほしいなと思います。あなたが楽しいことでいい。なんか編み物が実はしたかったとかね、そうそう、だからね、過去やりたいなって思ってたことを今新たに始めてみるっていうのは一つやと思います。昔サックス習いたかったけど習えなかったのよねって言うんやったら、もう大人になったあなたやったらサックス習いに行けるかもしれへんし、まあ何やろう、演劇やってみたかったとか、和太鼓したかったとか、何でもいいと思います。英会話習いたかったとか、そういうのを始めてみたらすっごい人生毎日が充実しだすんですよね、好きなことやと。そしたらほんまね、人のこととか会社のこと、社会のこと、出来事、なんか団体とかも何にも悪いとこ見えへんようになるんです。でそしたら愚痴不平不満文句みたいなのも言わんでいいようになっていくし、言ったら言った分自分もドロッとしていくしね。でも人間には冒頭2種類いるって言いました。暇な人ほど悪口言って、暇じゃない人ほど人を褒めるんです。どっちの人になりたいかっていうのをね、もう一回考えていただいて、もし人のことを言うの嫌やなって思う自分が 1% でもいたら、何かあなたが集中できることを見つけて、それに時間を費やしてみる。そしたらほんまに言わんようになる。で、楽しいがいっぱい押し寄せてくるようになっていきますので、それも運気アップの一つの方法やと思ってます。ぜひどっちに行きたいんだっていうのをもう一回考えてもらって、そしてもし楽しい人生で生き生きしたような送りたいと思ったら、私のようにたくさん集中できることを探してみてください。